恐竜の化石が2021年仮説社の楽しい授業5月号に掲載されたのを機に、ナレーションを加えて編集し直しました。準備物や指導のポイントがとてもわかりやすくまとめられています。授業で扱うことをお考えの方は、ぜひご覧ください。まずは骨格編です。恐竜の骨格を作るところまでをご紹介します。発泡スチロールを 3,4 ミリの厚さにスライスしておきます。四角いものを選んで、目の穴を大きく強く描きます。これを指で押して穴をくり抜きます。頭は少し丸く、そして顎は細長く切り取ります。口を開けた感じにしましょう。鼻の穴も鉛筆の先を押し込んで大きめに開けておきます。まず画用紙の上に置き、頭の位置を決めます。ボンドを薄くつけて貼ります。発泡スチロールを細かい三角に切って歯を作ります。口の中にボンドを薄く塗って、この歯を貼り付けていきます。背骨から尻尾までにかけての線を鉛筆で描きます。丸く描いた方が面白いです。線に沿って貼っていく背骨の発泡スチロールを切ります。四角く切り分けておきます。線に沿って木工用ボンドを薄く塗ったら、5ミリ以上間隔を空けながら貼っていきます。少しずれても化石らしくていいです。尻尾の先は細くなるように、発泡スチロールを斜めに切ったものを切り分けていきます。そして尻尾の先の細い部分から貼っていきます。発泡スチロールが余ったり足りなくなったりしたら、適当に調節してください。肋骨は5ミリくらいの幅に細く切っていきます。首の骨 2,3 個開けたところから肋骨を貼っていきます。背骨1個につき1本の割合で貼ります。はじめは短めのもの、だんだん長く、そしてだんだんまた短くなるように貼りましょう。次に手足を描きます。関節を意識しながら直線で描いていきます。太い骨から先に貼っていきます。指は細く切った発泡スチロールで、これも関節を意識しながら貼っていきます。爪は三角に切って貼りましょう。最後に残った発泡スチロールを使って、角や背中のトゲなどを工夫して貼ります。これで個性あふれる恐竜の骨格が出来上がります。
頭の置き方、背骨の形など工夫次第で様々な化石ができます。次は埋没編です。骨格を埋もれさせていきます。ティッシュペーパーを2つに分けて軽く揉みます。水で溶いた絵の具を骨と画用紙につけていきます。その上からティッシュペーパーを置いて、いらないタオルなどで軽くなじませます。次は絵の具をたっぷりとつけ、穂先でティッシュを押さえるように貼り付けていきます。絵の具の色も一色ではなく何色も使ってにじませるように貼り付けていってください。破れたところはちぎったティッシュを置いて、穂先でしっかりと貼り付けます。骨と骨の間は特に念入りに押さえてください。骨と画用紙の境目が浮かないように気をつけます。全体に色がついたら完全に乾かします。いよいよ発掘編です。ここが一番楽しい作業です。版画インクを上の方に横長く出してください。版画にしない場合は白い絵の具で構いません。ローラーにインクをつけるときには往復させたのではインクは伸びません。ローラーは一方通行に動かします。子供たちには新幹線で行って飛行機で帰ろうと言っています。新幹線飛行機とつけていくうちに、ローラーにまんべんなくインクがつきます。さあ、いよいよ発掘です。骨格に沿ってローラーを押し付けると骨が浮き出てきます。版画にしない場合は、インクはかすれた感じにつけて、化石の風合いを出しましょう。版画も作る場合は、インクをまんべんなくたっぷりとつけてください。最後は版画編です。恐竜の化石の拓本を取ったような版画の作品ができます。台紙と同じサイズの色画用紙を角をぴったりと合わせて載せます。画用紙がずれないように気をつけながら、骨があるところを撫でていきます。バレンを使ってもいいのですが、手の方が骨があるところがよくわかります。少しめくってみましょう。きれいに写っています。いい感じにかすれています。この周りに担保をしていきます。担保を押すときには、必ず試し紙に押して布目が出ることを確かめてください。
色を変えて何重にも重ねて押します。こうやって押すと化石が土に埋まっているような感じになります。版画の完成です。版画と半立体の2つの作品ができました。見比べることで逆向きになっていることがわかります。雰囲気も随分違った作品になりました。